的な恨みなのか、まあ、経営の恨みなのかということなんですけども、その子供たちと、だからやっぱり、そのなんだろう、宮本さん、子供たちが、まあ、彼が、おそらく、としくんだけじゃなくて、みんなで楽しそうに遊んでるときに、それだけ、まあ、中田容疑者がおかしなことをしてる。